教会建物正面2本、キリスト教会大阪再教会は、大阪府大阪市西区に本拠を置くプロテスタント教会。アメリカ合衆国のカンバーランド長老教会の宣教師 AD ヘール及び JB ヘールらによって設立された。1879年2月9日に西区南堀港の借屋において、初めて日本語による礼拝が行われ、歌唱として、 第一日カンバーランド教会、ホリエ会などと呼ばれた。1884年には規則を整えて教会を建設し、西区川技に街道を建設して、名称を大阪第一長老教会と改めた。その後、1890年、カンバーランド長老教会系の旧教会が日本キリスト一致教会と、 合同して、日本キリスト教会となったことから、日本キリスト教会大阪再教会と解消した。1920年、西区淡沢通り三丁目五番地に新海道を建設。1941年、日本キリスト教団が設立されたことから、日本キリスト教団大阪再教会と解消。1943年、味川教会と合併。 1945年3月13日、米軍の爆撃のため街道図書等一切を消失。戦後、1951年には、日本キリスト教団から離脱した、新しい日本キリスト教会の創立に伴い、これに加入。1952年には合併していた、味川教会が、分離独立したが、この教会は1956年に、 東住吉区駒川に街道を建設し、その地域の地名を取って北田鍋協会と解消して現在に至っている。街道は戦中に消失したため、1950年現在地に新街道を建設したが、1958年には同じ敷地に鉄筋コンクリートの新街道を建設し、1965年に第2期工事として現在の建物が完成した。 2001年11月に辻オールガンにより設置された。ありがとうございます。